辞めるときも、健やかなるときも、は、久保みすみによる日本の小説。2017年3月24日に集営者から、刊行された。なお、2019年11月20日に文庫化された。大切な人の死を、どうしても忘れることができず、毎年12月のある時期になると1週間ほど声が出なくなる、記念日減少が起こる青年と、父親の会社が倒産してから、 ずっと家計を支えてきてこの状況から逃れたいと思う女性が互いに自分のために行為をすることで一生添い遂げることへの意味を問う物語。2020年1月21日から3月24日まで日本テレビ系でテレビドラマ化された。2020年1月21日から3月24日まで日本テレビ系新ドラで火曜零時十九分から一時十九分に放送。 主演は、藤ヶ谷大野タスク。なお、シンドラ枠としては初めてジェム8カ国と地域で、海外版、タイトル、アスフォーエバーとして、日本と同時期に放送予定。さらに、台湾の映像配信サービス、台湾 KKTV、フライデービデオにおける配信、及び北米で展開されている、衛星放送サービス、ディレク TV での放送が決定している。ありがとうございます。